然豪華函館のチームの皆さんです。どうぞ。それではよろしくお願いします。改めまして、金本ホールお越しの皆様、こんにちは。私たち龍炎岡と申します。ありがとうございます。少しお時間いただけるということだったので、本当に少しだけお話しさせていただければなと思ってます。アンダー40っていうくくり、よさこいソーランは別に人数だけではない、むしろ人数が少ないからこそ見せれる世界がある、そう信じて強さを持って、信念を持って、ここに臨まれたチームさんが、このファイナルコンテストを彩られたかと思っております。そのチームさんの後に、またこうやって、この素晴らしいステージで、僕たちも命を懸けてこのステージに目指してまいりました。またこの素晴らしいステージで皆さんと共に演舞させていただけることを、本当に嬉しく思っております。これからの一回、私たちにとっても、このよさこいソーラン祭り最終日、最後の一回となっております。ぜひ温かい作品作ってまいりましたので、皆様のお手拍子でご声援いただけたらと思っております。それでは踊り子入場していただけますでしょうか。私たちの今年の作品祭り囃子、この祭り囃子を太陽に響かせる一輪囃子として今年作ってまいりました。2年間かけて全員で作り上げてきた作品でございます。ちょうど外は雨が今降ってきてるんですけども、この雨が止むように晴れるこの街と願って、この日輪囃子を皆様にお届けできたらと思います。それではこのよさこいソーラン祭り、私たち最後の一回、心を燃やし全身全霊で演舞させていただきたいと思います。皆様のお手拍子ご声援よろしくお願いします。日輪囃子。わしの